皆さんこんばんは、たい焼き大好きちんくんです。本日はですね、こいついきます。小学8年生ね、本物化石発掘体験キットということで化石を発掘していきたいと思います。で、この小学8年生が何なのかっていうのもよく分からずになんとなく買ったんです。僕もなんかおもろそうと思って、で、これの発売日が6月の27日発行発売ってなってます。本日これを撮っているのが8月末ですね。僕の家でもこいつ化石になってました。で、2ヶ月もよくもまあ耐えてましたね。実はこれもう一冊僕買ってるんですね。これ小学8年生コナン君のなんかなりきり探偵キットで、これ調べてみたらなんか2ヶ月に1回出てる本らしくて、結構今はいろいろ付録が話題になってる小学生向けの雑誌がいっぱいありますけども、これは全学年対応らしくて、だから8なんだって。なんか8ってこのマークがこれどう、2だったらこうとか1だったらこうとか3だったらこうとか全部なるじゃん。だから新感覚全学年対応雑誌ということで、もうすごいのがあるもんですね今はね。俺が子供の頃はこんなのなかった。だから子供ながらに今から化石掘りまーす。環境に合わせていろいろ進化、アンモナイト丸分かり図鑑ということで、ここにねしっかりとアンモナイトの説明が書いてある。アンモナイトの名前の由来、古代エジプトの太陽神アモン羊のようなくるくると巻いた角に似ていたことからアンモナイトと呼ばれるようになったよ。種類は1万種以上。アンモナイトって1万もいるの？へえ。アンモナイトの形比べとかなんかいろいろアンモナイトについてたくさん書いてあります。へえ、面白いな。それではこんなアンモナイトを今から本当にカンカンするぞ。行くぞ行くぞ。なんか石鹸みたいなのが出てきました。石鹸もしくは子供たちはわからないかもしれないけど、お父さんがなんか硬くなったかかととかをゴリ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 削る石みたいな。なんかあ、でもすごいサラ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 伝われサラサラ、え、すごいなこれ。こんな直接やったらこれ部屋汚くなっちゃいますね。はい、入ってるのはこの化石ブロックとホリホリスティックネーミングセンス、ホリホリスティックっていうのが入ってます。これホリホリスティック、ホリホリスティック、イエー。ということでブロックをホリホリスティックで掘っていこう。うん、ホリ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 スティック、すげー掘れてる。見えるこれ、掘れてるよ。わ、すげえ勢いで掘れるこれ。簡単じゃんこれ。よいしょ、楽しいな。ちょっとこれすぐ、うわあ、フェッチャパッパッペッペッペッ、ふうは禁物です。あわてんぼうの掘りし、縦にしてゴリゴリ掘ってゆく、慌ててわしゃしゃ慌ててわしゃしゃ、化石を壊すなわしゃしゃわしゃしゃわしゃしゃ。怖い。え、アンモナイト3つも入ってんだって、すごいね。よいしょよいしょっ。ああ、これ作る人どういう気分で作ったんだろうなこれ。この写真に出ているなんか掘りましょうっていうのと俺のやっていることがなんか若干ずれているような気がするのだが、ちょっと本物に寄せます。なんか掘らなきゃいけないのになんか彫刻家みたいになってる俺。この後モアイ像でもできんのかなみたいになってるからちょっと普通に掘りますね。ホリホリスティック、そうだね、削り削りスティックじゃないもんね。ホリホリパッよし、見てくださいよ。見てほら、なんか出てきたよ。黒いのがいるよ。カメラさん合ってる？これ合ってるのかな。終わった、合ってることを祈ってるよ俺は。でほら出てきた。これであんまり強くやると多分崩れちゃうから、黒いのをめがけてこうやってハケの方でシャリ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 と。なんか火山の噴火みたいになってきたんだけど
ね、これ下手なんかな、これどうなんだろう、これなんかこんなに大変。博士、博士、1個目が取れました。すげえ。アンモナイト、アンモナイトだよみたいな、なんかもうほんと発掘現場感がもう、もう臨場感、臨場感だよこれは。よいしょ。ああ。いやでもマジ発掘作業は本当にこれあれだわ、根性ある人しかできないよこれは。できたー、できました、発掘者ジンくんでござる。いやこれはいいよね、なんかちょっとおしゃれに見えるよね。いい感じじゃない。こんな感じで本当に化石の発掘が味わえるので、気になった人は化石発掘してみてね。バイ。